7月6日、夜の佐藤集中ライブでございます。ですね、明日からの、ね、予定を、ね、少し、お話しする前に、ね、やはり、西日本大水害改めまして、ね、心からね、本当に犠牲になられた、本当に追悼の哀悼の意を、ね、捧げますとともに、本当に一日も早い、本当に完全復興と、いうことね、やっぱり、そして被災された皆さんがね、みんなね、安心して暮らせるようなね、広島に、早くね、なっていくということを本当にね、努力をね、私としてもね、していきたいというふうに思います。まあ、本当に私自身もね、被災者の、ね、方をね、お年寄りですよね、受け入れましてね、家をなくされた方なんですけどね、やっぱりね、離れたところをこうね、来られて、やっぱりその元気なくされてね、元気だったのが急にやっぱり衰えてね、やっぱり奇跡をなくなられちゃったんですよ。うん、やっぱりね、災害さえなければという思いはね、ありますしね、で災害の後にもね、やっぱり住み慣れた地域にね、適切に住めるようなところがね、あればね、まだこういうことも避けられたんじゃないかなという思いもね、しております。まあ何にいたしましてもね、本当に住まいはね、権利というかね、やっぱりその災害があってもね、安心してね、暮らすところがあるという状況ね、そして何があってもね、心配しないで済むような国づくり、やっぱりこう一緒に、ね、皆さんと一緒にやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。まあね、災害防災に、ね、関してもね、本当に公務員が足りないとかそういう問題も本当にいろいろ起きてますね。やっぱりその必要なね、公務員っていうのはね、ぶったたくんじゃなくて、やっぱりちゃんと補充をしていくと、まあそういう方向を、ね、しっかりね、出していくっていうかな、でもそういう方向をちゃんと打ち出してるのはね、まあ日本共産党さんの、ね、系のね、労働組合、そしてね、令和新選組だけっていうのは今のね、状況ですよね、やっぱりね。まあ、このね、野党でもね、やっぱりね、第一党なんかでもね、労働組合の推薦を受けながらそういう視点が良くて、むしろ新自由主義というパターンも結構ありますね。ぜひね、令和新選組に、伸ばしていただくと。まあ選挙区の方がね、まあ、日本共産党の栄光王者の方がね、やはり、その我々に近いということで、押させていただいておりますけどね、まあ、最大限ね、やっぱり皆さんの、ね、ご協力をね、お願いしたいというふうに思います。やっぱ参議院選挙っていうのはね、軌道修正をさせる選挙ですからね、政権交代はなくてもね、やっぱり自民党の、ね、岸田さんをね、軌道修正させる、そういう選挙にね、していこうじゃありませんか。令和新選組の躍進。まあ、それからね、まあ、選挙区においてはやっぱりね、考え方が近いようなね、まあ、日本共産党さん、ね、検討もね、お願いしたいというふうに思っております。でね、明日からの、ね、予定ですけどね、まあ、この辻めぐむね、辻めぐむ弁護士でね、元衆議院議員辻めぐむのね、法廷日、これをね、やりましてね、そしてポスターとね、それから、表記をね、掲げましてね、街頭宣伝というのをさせていただきたいと思っています。まあ、これはね、まあ、ちゃんとしたね、あれがね、証紙が貼ってあるね、ポスターにね、ございますからね、ぜひね、使えますんでね、ぜひね、これをね、使えますんでね、ぜひね、これね、使えますんでね、ぜひね、よろしくね、お願いいたします。ぜひね、これ使えますんでね、証紙が貼ってあるポスターね、ここ証紙ちゃんと貼ってあるんだね。ポスターですよね。よし、ぜひね、よろしくね、お願いいたしたいというふうにね、思います。ここ表記貼ってありますけどね、これをね、しっかり使いましてね、皆さんにね、宣伝をね、させていただきたいというふうに思っております。ぜひね、辻めぐむをね、ぜひともね、よろしくね、お願いいたします。弁護士でね、衆議院議員、任期も務めております。やっぱり即戦力。ね。もちろんね、比例の上位の、ね、特定枠にいらっしゃるね、天畑さん。ね。もちろん障害者の当事者としてね、もちろんね、重要ですよ。ね。そして水道橋博士。ね。もちろん人気のある方です。ただね、やっぱりそうは言ってもね、即戦力っていうかね、やっぱりその、いぶし銀というかな、重みな、そういうね、方もやっぱりね、令和ね、これから増えていかないとね、やっぱりその、国会議員がね、そういうね、まあ、当事者ね、方、ね、
そういう人もね、大事な、もちろん大事です。だけどもね、やっぱこうね、重みというかな、そういうのもね、ある方もね、ちゃんとね、実績があるような方もしっかりね、こう、出していくってことがね、今ね、必要なんじゃないかなと思います。ね、キリコはね、辻めぐむね、辻めぐむをね、よろしくね、お願い申し上げます。まあそのね、弁護士とね、42年されてますしね、いろんな、ね、法律をね、作りたいということでね、民主党からね、国会議員になられた。民主党に一回も入れたことないけどね、とにかく法律ね、ちゃんとした法律作りたいと。そういう思いでね、特に取り調べ可視化とかね、まあいろんな法律ですよね、作りたいということね。あとはその、なんだ、いろんなね、裁判のね、がね、やっぱりこれいい加減になっちゃうんじゃないかってね、ことを危惧してね、司法改革ね、そういうことも、ね、動機としてね、あって、されてるわけですけどね。今ね、地元でね、まだね、横浜市のね、まあいい加減なね、やっぱりそういう、庁舎の、行政に対してね、もう裁判をね、起こされてます。住民訴訟のね、弁護人もされてたね、もう社会正義の、ね、実現のためにね、現役で頑張っておられる弁護士ですよ。ね、そういうね、実績のある方もね、一つね、やっぱり令和新選組から押し出していただければね、令和新選組という政党が、ね、厚みを増していくとね、もちろん当事者ね、そういう方がね、集まってね、議員になるの、これ大事です。大事ですけどね、一方でね、やっぱこの即戦力ね、すぐね、打席に入って4番バッター、打てる、ね、そういう人もね、これ大事だと思ってます。ついでね、候補者、まあね、4番バッターはね、すぐね、クリーンアップをね、すぐに打てるね、そういう即戦力ですんでね、ぜひね、こういうこともね、ぜひともね、令和新選組の名簿の中でもね、押し上げていただけば、今ね、2議席は確実なね、かなり固まっているという状況です。でも2議席だと、やっぱりそういうね、実績のね、ある方、そういう方がね、やっぱり通らないということになっちゃいますんでね、やっぱ3議席、4議席となるとね、いろんなね、実績のある方、まあ、辻めぐむさんとかね、まああと長谷川候補なんかもね、令和新選組のね、あれをね、いろんな、政策を作ってくれて、くださってるね、経済学者ですしね、そしてね、大島候補もね、参議院議員に任期されてますね、即戦力です。まあこういう方々がね、令和が3人4人まあ5人とまあそういうふうに議席が伸びれば伸びるほどね、即戦力の方をねが通ってくる。そうなるとね、令和のね、政策もまた怪しいですね。やっぱりその、今までやっぱりどうしてもね、皆さんにもね、ご心配をおかけするようなね、そういう、浮ついた部分もね、その令和新選組ね、俺も正直あって、あると思う。あると思う、はっきり言うとね。この不安定感みたいな。それはやっぱりね、こういう辻さんとかね、候補とかね、まあ、長谷川候補、あるいはね、大島候補、ここら辺の、ね、そういうね、いろんなね、重みというかね、そういう、いろんな実績というかな、あったりね、あるいは見識が、もうその即戦力の、ね、人がね、出てくることでね、ぜひ、令和もね、重みのある政党になってくると。ね、そういうことが、ね、言えると思いますね。ぜひね、辻めぐむをね、ぜひ、ね、よろしくね、お願い申し上げます。この辻めぐむのね、法廷ビラをね、用いまして、私、佐藤秀一、明日以降ね、残り3日間、ビラ配りと。いうことをね、もう広島市ね、隅々でね、させていただきますんでね、ぜひね、私をね、見かけられましたらね、応援の方ね、よろしくね、願い申し上げます。そしてね、まあ、辻めぐむと書いていただければね、令和新選組の票にもなっていきます。3議席、4議席。今、2議席はね、硬いというね、情勢調査ありますけども、これは3、4、5と増えていけばね、まあ、5まで増えれば最高なんだけど、まあ、4ぐらいまで増えていけばね、さっき申し上げましたね。この、ね、辻候補やね、あるいは長谷川候補やね、大島候補といったね、そういったね、方々もね、国会に行けると、ね、令和新選組のね、論戦もね、豊かになってくる。豊かになってくる、ね。迫力のあるものになってくるということでね、ぜひね、そこら辺をね、よろしくね、お願い申し上げます。それからね、まあ、選挙区の方ですけどもね、全国的に言うと、やっぱり、いわゆる労働貴族というものをね、交代がやっぱり目につきますよね。労働貴族というもののね。結局、私が言っている労働貴族ってのは何かっていうとね、結局ね、労働組合の、ね、幹部、ここにばっかり遠慮してね、やっぱその論理でね、やっぱりその、例えば原発についてはね、推進かね、反対かもね、明らかにしないでね、ごまかしちゃって、
まあ、広島県のね、選挙区のね、連合広島推薦のね、あるいは国民民主党ね、立憲広島推薦のね、まあ、タレントの方もね、そうですよね。うん。結局、いわゆる労働貴族候補になっちゃってるわけです。ね、そのためにね、維新との違いがわからない。ね、維新も原発推進でね、こっちもね、賛成はわからないじゃない。違いはないじゃない。そうなるとね、うん、じゃあなんか維新の方がさ、威勢がいいからこっちにしちゃうかっていう人がね、出てくるわけですよ。結局ね、今の立憲民主党なりね、あるいは広島で言うとね、あの国民やね、連合のね、推薦のね、タレント候補のね、がね、追い上げられてるっていう状況はね、まあそういう、言い方悪いですけれどもね、そういうふうに労働貴族化したね、そういったね、候補者の皆さんのね、まあまあそういう、身から出た錆びというとね、もう厳しい言い方になっちゃうけどね、自滅ですよ。うん。こういう人たちをね、じゃあ特に複数区ね、複数の選挙区でね、じゃあ、まあ、僕らはね、応援してもね、正直僕らの方が信用なくしちゃいますよね。うん。だから原発にちゃんとね、反対する候補者ね。原発に代わるエネルギーをちゃんと打ち出すね、候補者にね、俺応援しないとね、これは僕らね、信用なくしちゃいますからね。そういう意味でね、もうちゃんとしてほしいということしかね、言えませんよ。応援はできません。今の状況ね、いい加減なね、態度を取ってる状況ではね、全くね、こういった人たちはね、特に参議院の比例区とかね、複数区とかね、まあ今後言ったらね、地方議員のね、選挙区なんかのね、複数区ですよね、全部。ね。うん。やっぱりそれはもうね、応援もね、一切ね、これはできないしね、我々としてはね、独自候補を出すかね、まあ、よりね、近い、ね、方をね、しっかりね、応援していくかね、まあ、今回の広島はそうですけどもね、まあ、そういう形になっていくというふうに、思います。本当に、厳しいことをね、申し上げましたけどね、まあ、本当、ここでね、やっぱりそういう、労働貴族化してしまったね、人たちをね、応援するということはね、まあ、彼ら、彼女らをね、甘やかすってことになっちゃいますんでね。今日かな、連合の会長ね、来ておられるようですけどもね、広島にね、全くね、まあ、こんなものはね、応援できないしね、むしろね、連合の組合員の皆さんもね、こんな会長はね、早く打倒しないとね、どん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 ね、連合さんもね、ダメになっていくしね、うん、連合が応援してるね、まあ、立憲民主党なんかもね、もうダメになっていくと、いうことになるんでね、早くね、会長ね、組合員の皆さんね、妥当すべきだと思うけど、まあ、僕、組合員じゃないからね、余計なことをね、言ってもいけんけどね、うん、でも妥当した方がね、やっぱり、皆さんにとってもいいんじゃねえのかな、と思うけどね。やっぱりしっかりやっぱりね、労働組合の、幹部ね、としていい思いをしている人たちの、ね、ためじゃなくてね、やっぱり、労働者のためのね、政治、労働者が、ね、良くなるような政治をね、これしっかりやってる。ね、だから市民に根ざして、そしてね、労働者がね、一人一人が良くなるような政治をね、令和新選組はね、辻恵もね、先頭にね、頑張ってまいりますね。原発もすぐに廃止をして、ね、じゃあちゃんとして、中国電力社員の人にも公務員としてのね、職を保障するとかね、打ち出してるんですよ、僕らね。それからね、消費税なんかもね、ガツンと廃止とかね、まあ、ああいうね、学費もね、チャラにして、学費もね、ただね、奨学金もチャラと、ね、かなり鋭い経済政策もね、皆さんにね、お見せしてますんでね、ぜひね、まあね、そういったものをまたね、弁護士という視点でね、きちっとしたね、政策にしていく能力を辻は持っております。ね、辻めぐもね、辻めぐもね、ぜひともね、よろしくね、伏してね、よろしくね、お願い申し上げまして、また、ね、私ね、佐藤秀一のね、本日の放送を終わらせていただきます。またね、明日ね、まあ8時ぐらいからね、解体地域、北口、こういったところ、ね、あさってね、金曜日はね、まあ、まあ、浅見南区役所、それからね、まあ、地元ですね、あと広島県庁、私の元職場、まあ、こういったところに、辻のね、役割をさせていただきたいと思います。まあ、公務員に対してもね、非常にやっぱりね、今までね、散々いじめられたね、公務員の皆さんにも、非常にね、優しい政策をね、令和新選組はね、出してるとね、もう自信を持ってね、お勧めできますんでね、どうかね、元同僚、あるいはね、元後輩ね、皆さん方に置かれましてもね、ぜひ、ね、辻めぐみ、あるいはね、令和新選組へのね、ご指示をね、ご検討いただければね、幸いでございます。最後までね、ご協力ご清聴ね、誠にありがとうございました。失礼いたします。